はい、おはようございます。はい、おはようございます。久しぶりに波ありますね。ですね、6月なのにありますね。いや、もう台風3号以来の頭オーバーじゃないですか。はいはい、はい、どうですか、ね、もう宮崎最高です。もうたくさん波があってめっちゃ楽しいです。ちなみに建築中の家は進んでるんですか。あ、盛り土、今朝盛り土やってるところですね。あ、本当ですか、はい、これでいよいよ宮崎人ですね。いやいや、まだまだね、もうちょっと頑張らないといけないですね、サーフィンとか、うん、でも大好きなんです。わかりました。大志くん、何かありますか。いや、特になんか全然頭が回ってないですね。ですよね。はい、はい、じゃあそういうことで早速頭を洗いに行きましょう。はい、頑張ります。はい、頑張ります。はい、こんにちは、ラマンです。もう暑くて死ぬ、溶けちゃう、もうそんくらいめちゃくちゃ宮崎暑いですよ。そして波はちょっとね、今ちっちゃいんですけどね。さあ、のぞみさん準備しました。どんげですか今日の波は。さあ行きましょう。こんな感じですね今日は。ほら、レギュラーグフィあるんですけど、まずはレギュラー見てもらいましょう。ほら、どんげですか。まだちょっと潮がね多いんですけどね、もう十分でしょ。ほらほら、うわー、てげい波、ちょっとぼやぼやしてますけどね。ほら、うね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 入ってきてるんですよ。6月なのになんでこんげ波があっとや、梅雨時期にみたいな、そんな感じでブレイクしております。グーフィー、ちょっと早いかな、グーフィー。さあ行こうとするが行けない。ほら、おろろろろろろ、これはゆっくりやった、勝ったね。ほら、もうさあ、セナ君が行った。まずはトップターンからの、うーん、お、ネジイ、お、う、パンピングですね。さあ、インサイドセクションに入ってきます。いや、実はね、僕たちが来た時にね、もう一人入ってたんですよ。誰やろかと思ったら、セナ君だったですね。今から学校です。頑張ってきてください。そこね、ちょっとね、テトラがあるから気をつけてね。さあ、翔さん行った。まずは、お、ちょっと人がいたんで回避しましたね。そしてプラド。さあ、この方も毎朝来てます。ローカルの方です。もう大好きなんでしょうね、もうサーフィンが。さあ、そして大使がテイクオフ。奥行っちゃうね、サイズも。お、チューブかと思ったら、あんた何しよっと。さあ、翔さん行った、カモン。さあ、どうする。まずは、お、チェック入れてからの、お、ここからなくなるか。なくなるね。後ろの波方が良かったっちゃね、翔さん。さあ、大使がブレーキングかける。おお、スピッツちょっと吹いちゃったね。そして飛びに行きますが、おっと、そして翔さん行った。まずはカーブ。おっとっとっと、ここからなくなったよね。さあ、行った、のぞみさん。ナイステイクオフっすね、今のはギリギリやったっすね。そしてチェックダウンを繰り返しながら、これじゃないわみたいな、そんな感じで。さあ、大使チューブイン、ほんとね、軽めに。さあ、そしてどうする。前に出て当てに行く。しかし、まだ寝てる。グーグーよ。おっと、のぞみさん大丈夫、カモン。そして一発かましてからのインサイド。しかし、ボヨン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 、プラド。カメラがバーン。わー、翔さん、あんた、にゃー、頑張れー。さあ、そして大使がいった。手を突っ込んで、おっと、リップを食らってからの、まずはカーブ、そしてパンピングで板を走らせ、最後は、おー、決まった、弾かれたかと思った、決まりましたね。さあ、そしてのぞみさん、まずはカーブ、そしてスピードアップからの、こい、よし、うまいね。今現在ね、弟はバリです。メンタワイに行ってました。その話は後日聞きたいと思います。いいね、あんたたちはもう波乗りしに行って、俺も生きてー、たまらん、もう。さあ、そしてパンピングしながらインサイドセクション。さあ、大志くん、お、一発かまして、おっと、ここはどうする、上がるのか。さあ、うねうね入ってきた、ショーンさん、いいとこおっちゃね、あんた、ドンピシャやね。さあ、見せてもらいましょうか、どっち行く、グーフィー。さあ、まずは、おっと、チェックダウンを繰り返しながら、あ、このボードはね、ニューボードだそうです。
DHD のおわーっとどんげですかね、調子がいいですかね。さあそして波がグリングリン、ほら来ちょるやろ、ほらグーフィー、なかなかよこれ、なかなか。さあそしてローカルの方、チュ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 ウーブイン、そしてターンをかまして終了。さあそしてうわーいい波、誰も行かないの、誰も行かないの、大使行くの、いやドルフィン今ちょっと吹いてましたね、いい波よほら。そしてグーフィー、わーっとこれいつもねあの見る外人さんですね、この方も朝早く来てトライしてましたね。さあそしてほら波は余ってます、誰もいません、早すぎなのか私たちがと言いながらも6時半ぐらいですもんね今の時間は。さあそしてあちょっとバックショー入ってるか、ボヨンボヨン。さあそして外人さん行った、名前ねちょっと聞いたんですけどね、だいぶ昔にもう忘れちまいました、また聞かんといかん、ごめんなさいみたいな。さあそしてこの方も入ってましたね、いい波に乗ってましたよ。そしてここね看板になるんですよね。さあ大使がチューブイン、わーっとしかしリップで頭を叩かれたような感じで持っていかれましたね。さあそしてカメラがパーン、誰が行くの、うねうね入ってきてるよ、おショーンさん、あーっとショーンさん行けねえか。さあめぐみさん行った、まっちゃんカモン、あーっと決まった、おっとっとっと、ちょっとね最後ね後ろかじんだったっすね。さあ大志くん行った、まずはトップターン、しかしゲールが挟んでボヨン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 って飛んでいきましたね。おわこれいい波、うわちょっとサイズあったけどダンパーやったか。さあまっちゃん行こう、まずはカーブ、そしてどうすんの、当てに行く、あっとエンド決まらず。さあそしてもう一発行きましょう、さあ来い、カーブ、そしてプルアウト。さあションさん、うわちょっと速いか難しいか、前に出れるか、カモン、お大使がずっと見てましたね。そしてめぐみさんとちょっと話をしてましたね。はい、おはようございます。はい、おはようございます。何時と思ってるんですか。ただいまのもう僕らは6時前から来てるんですよ。7時45分となっております。ガバーということで、はい、何をしていたかというとマッサージですね。違います、釣りをしていました。やっぱり雨の後はシーバスもよく釣れるということで、宮崎のプロサーファーすなちゆうやくんと釣りに行ってました。ちょっと車の方に行ってみましょう。はい、このダッシュボードの前にこのあるのは何ですか。これは、渋谷戦、先週行われました、はい、熊本渋谷戦、はい、あなたはなんと優勝しちゃいました。なんと5年ぶりの全日本選手権になります。パチ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 。いくら包んだんですか。ジャッジにだいぶ渡したでしょう。とりあえず黒霧島と小引きブルーをジャッジの方にお渡しました。そうなんですね。はい。じゃあ宮崎で9月開催される全日本、はい、一等を目指して頑張ってください。はい。頑張っちゃいたいと思います。それではサーフィンしていきたいと思います。レッツサーフィン。ハヤトももうノリノリですね。宮崎で開催される全日本出場の切符を取りましたね。渋で一番です、最高ですね。波はなかったけどミラクルの波に乗ったら1位でしたとかって言ってましたね。さあ高島伊武くんバイクで登場です。もうあんた前が割れちゃいませんかそら。さあそして誰が行くの、大使がテイクオフ、ワーク、いい波、カモン、おっと結構巻き上げちゃったね今。そして大きくラウンド、それからインサイドに入った、カモン。さあ何する、どうする、お左右見てプラウトですね。さあそして高島由紀入ってきた、まずはエア、おタッチダウン、惜しい、あんた惜しかったね今の。さあそしてこっちね、左側いいのが割れ始めたんですよ。潮が引き出していいのが割れ始めて、うわー誰もおらんじんと思いながらカメラがバーン。さあ大使が行った、狙ってますが巻いてこないからの、おっとお好みでないプラウトですね。さ
さあ、恵子さん登場です。っていうか、僕らが来た時には車の中で寝てました。お仕事終わりでもう直で来たそうです。すごいですね。サーフィンが大好きなんでしょうね。いやー、もう頑張ってもらいましょう。まずは今日はなんかショートボードを準備して、一礼して、よろしくお願いします。そんな感じで入ってきます。さあ、海の方では大使がまずはカーブ、ちょっとボヨンボヨンかな。そしてもう一発、ここうまいですね。このラウンドはうまいですね。そしてもう一発。さあ、パンピングで終了。もうちょっと潮が引くといいのかなって感じですね。さあ、そして高島いぶきカーブを入れてちょっとフルアウト。さあ、隼人が行った。まずは奥行っちゃね。もうちょっとかぶり目でフルアウト。うわーっと、今のはショーサンダー。そして大使がねじ込んでからのフルアウト。さあ、のぞみさん終了ですね。今からお仕事バイトだそうです。お疲れ様でした。いやー、もう最高ですね、笑顔が。さあ、そして高島由紀カーブを入れてからのスピードアップ。そしてあっと、最後は回そうとするのか、インコンプリート。さあ、恵子さんいった。わあ、いい波捕まえた。知見ね、ちょっとボトムに寄りすぎた。お、大志くんも上がってきましたね。今からお仕事ですね。さあ、頑張ってスクールをやってきてください。そしてその前に子供を保育園に送っていかないといけないんですよね。もう2人目ができて、もう大忙しです。沖合の方指さしました。いい波来てます。さあ、翔さんが行った。テコン。しかしちょっとブレイクが早かった。カメラがパン。うわー、こっち奥行っちゃれ。ほら、やばくねー。ほら、グリングリ割れよるが。ほら、いいわ、もう最高。ほら、潮が引き出して、今から良くなるんじゃないですか。ゴールデンタイムは来るんじゃないですか。さあ、高島由紀ねじ込んできてからの最後はインサイドで遊んじゃうみたいな。さあ、翔さん行った。うわ、波いっちゃねこれ。しかしちょっとここからブレイクが緩くなるか、ロング向きの波ですね。そしてプルアウト。さあ、隼人が行った。うわっと、とっとっとっと、もう一回見てみましょう。あんた何ショットだよ。ほら、リップで顔面を、もうほっぺたを叩かれてますね。パチーンって、そんな感じで、ほら、よく見せて、ほら、パチーンみたいな。うわー、あんたどこ行くのーみたいな、揉まれてます。やばいです。大丈夫でしょうか。顎が砕けてないでしょうか。おっと、そしてまたもや行きますが、なんか前のめりでこけちゃいましたね。今ハヤト、お前何しよっとみたいな。もう浮かれちょっじゃねえか、お前。全日本が決まって、あー大丈夫なのかみたいな。さあ、レベルは上げていきましょうね。9月開催です。宮崎で再びあります、全日本サーフィン選手権大会。アマチュアの一番になれるのか。ほら、いい波、手げいっちゃね、この波も。うわー、もうこの撮影したらですね、もう暑くて暑くて、もう殺人光線やったですね。この日はもう暑かったですね。梅雨明けじゃねえみたいな、そんな感じの光線だったですね。もう太陽の光が。お、ショーンさん今のカットバックいいよ。そしてプルアウト。さあ、高島いぶきフローターからのプルアウト。そして隼人が、あ、これいい波、ブレーキングかけながらチューブイン、カモン、出てこい。った惜しい。もうちょっとかな、潮が引けばね、もう少し出口があるのかもしれないね。うわ、でもいい波来よって。ほら、隼人、お前この波もいかったっちゃねーみたいな。さあ、そしてショーンさんがその波に乗った。そしてあっと、ここから軽くなるんですよね。さあ、高島由紀まずはトップターン、ナイス、フローター気味に持っていった。そしてプルアウト。さあ、今度はバックサイド、まずはおっと、しゃくった感じのトップターン。しかしインコンプリート。ショーンさんが行く。わあ、これ出した。ショーンさん後ろ波はねかったっつや。ほら、後ろの波がよかった。ほら、うわ。そしてプルアウト。
さあもう一本入ってますね後ろ。誰か行くの行くの行くの行かないのかい。うわーこれもいかったね。まあまあやね。さあそしてケイコさん行った左左クリントン、そんな感じで行ってますね。全然面白くない。さあそして高島由美行った。まずはカモン、うわーっとフロータ気味に持っていった。そしてプライト今のといいね。もう一回見てもう一回見よう。もう一回。さあここからですね、グイーンと来てここです。ほらリップが落ちてくるところにバチコーンと当て込んでます。ナイス、お前うめえわ。そしてこの後ノーズが刺さらないように後ろ荷重にして出てきます。そして威張ってって言います。やります、高島いぶき最高。さあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回はまだまだ良くなりますよ。もうスタンディングチューブもあります。また見てね、バイバイ。この日はねもう7時間撮影しました。